で、これからどこ行くんだ？小町も来たがってたから呼んでやりたいんだけど。いいんじゃないかしら。駅前のカラオケだよ。5時からフリータイムでお得だし。うん、わかった。じゃあメールしとくわ。しかし、フリータイムか。嫌な言葉だ。え？なんで？フリーだよ。自由な時間。超いい意味じゃん。自由が無条件で素晴らしいものとは限らないわ。自由とは、庇護も保護もないことだもの。その通りだ。修学旅行、遠足、プールの授業、自由時間と言われるたびにどうしたらいいか、昔の俺は悩んだもんだぜ。プールの時なんてやることないから2キロは泳いでたぞ。それはもはや遠泳ね。はっはっは。その点修学旅行の時なんかはつつましく黙って散歩後ろを歩けばいいだけだから楽なんだけどな。嫌な大和なでしこね。八幡！でもなんでまたカラオケなんだ？八幡！え？うるさくしてもあんまり怒られないし、飲み物飲み放題だし。八幡！もしもし？それに、誕生日の時なんかはケーキの持ち込みができるそうよ。お店と相談してみてたけどね。つうか、由比ヶ浜の誕生日なのに、由比ヶ浜が店予約したのか？仕方ないじゃない。こういう時、どうすればいいのかわからなかったのだから。いや、全然気にしなくていいよ。それにほら、やっぱ、お祝いしてもらうだけで嬉しいし、ユキノンに頼られてるなーって思うと、もっと嬉しかったり。由比ヶ浜さん。ジェスタゴールドリアおお、びっくりした。だよ、材木坂よ。何？いたの？ゴラム、ゴラム。いたかと聞かれれば、まずは我の存在証明からしなければならないことになるが。ああ、そういうめんどくさいのいいから。どうした？なんか用か？ふむん、あれからすぐに新作ラノベの設定を考えたのでな。ああ、別に見せてもいいんだが。なんでちょっと上から目線なんだよ。だいたい設定とかプロットじゃなくて完成原稿を持ってこいよ。なっはっはっは。なに、今度のは設定だけでも白目3倍だぞ。さあとくとゴロジル。今から？悪いけどこれから用事あんだ。今度でいいか。ルフ、こんな話を知っているか。チャンスの神様には前髪しかない。だから逃がすなと。んなあ八幡、前髪しかないなら手とか足とか掴めばいいと思わぬか？知らねえよ。自分でよく分かってない話を引用すんな。まあ、急ぎならそれこそネットの掲示板とかで評価もらえって。それはできぬ相談だな。カッパハハハ、あのお方文章下手くそすぎでござる。ムホホホホ、作家の才能ないでおじゃる。とか、他のわらびに囲まれたら我は死を選ぶぞ。文章力とか発想力の前に精神力鍛えようぜな。ねえ、引きがやくん、わなびって何かしら？いや、俺も詳しくは知らんが、ラノベ作家志望者のことをそう呼ぶらしいぞ。へえ、千葉動物公園にいるやつかと思った。千葉動物公園にわらびいないけどな。由比ヶ浜さん、あそこにいるのはオオカンガルーよ。カンガルーくらいわかるし、なんかほら、もっとちっちゃいのいるじゃん。あれと間違えたの？もしかしてミーアキャットかしら？それだ！あっち、惜しかったか。じゃあ次の問題行こう。いや、惜しくもねえし。千葉県横断ウルトラクイズもやってねえから。ええー！そんな幽体類のことなどどうでもいいわ！今度のは自信作なのだ！今までゴミカスワナビと呼ばれていたが、余計な部分が取れるのも時間の問題だろう。なるほど。ではこれからはゴミカスと呼ばれるのね。そっち取っちゃうのかよ。読めばすぐに違いがわかる。ん？ところで八幡、今日は一体何の用があるのだ？ん？いや、由比ヶ浜の誕生日なんで軽くお祝い。なに？誕生日だと？それはもしや英語で言うとバースデイとかいうやつか？まあそうだな。英語で言う必要一切ないけどな。おお、古き言い伝えは誠じゃったか。
そのもの17歳の誕生日を迎えるとき、剣豪将軍もことほぎに駆けつけるであろう。なんか反応が怖いんですけど。ババ様は誕生日って聞いて錯乱してるんだろう。ま、千葉県民は誕生日の話題に敏感だからな。そうかしら。あまり気にしたことないけれど。いや、千葉の小中学校は出席番号が誕生日順じゃんか。ああ、確かにそうだった。高校になったらいきなりあいうえお順になって驚いたよね。そうね。生年月日順というのは全国的には珍しいそうね。いかにもいかにも。それゆえ悲劇も起こりうるのだ。いきなりなんだよ、材木座。一昨日は前の席の奴が皆に祝われ、三日後は後ろの席の奴が祝われる。ああ、なるほどな。華麗にスルーされてるわけね。そう考えるとぼっちに厳しい県だよな、千葉県って。もはー、何を他人事のような顔をしている八幡。引きがやくんは周囲に他人しかいないもの。いつだって何だって他人事よね。なんでちょっといい笑顔で言うんだよ。お前に言われたくねえっつの。お前だって周りみんな他人だろうが。そうね、確かに周りには他人しか。由比ヶ浜さん、背中をつつかないでくれるかしら。訂正するわ。中には例外もいるけれど、大半は他人ね。ユキナ！暑苦しい。材木座、そういうことだから今日は無理だ。また今度な。奇遇だな。我も今日はたまたまちょうど何も予定がなくてな。そうか、暇があるのはいいことだな。つうか、なんでお前ついてくんだよ。暇だな。ああ、暇だな。暇があるゆえ寄り道などもよかろうな。おっと、そういえば八幡たちはどこまで行くのだ。駅前。なんと偶然だな。我も今日は駅の方を通過してから帰るところだったのだ。これはもしや必然。そうか、それが世界の選択か。ふん。ねえ、ヒッキー、あの中二さ。中二って材木座のあだ名か。そうだけど。ねえ、あの中二誘ってほしいんじゃないの。いや、それは分かってるけど。分かっていてやっているのね。由比ヶ浜さんさえよければ誘ってもいいんじゃないかしら。ずっとついてこられるよりはいっそ諦めがつくわ。どうするかな。でも誘うならちゃんと最後まで面倒見るのよ。お前は俺の母ちゃんか。なあ由比ヶ浜、誘ってもいいか。まあ知らない仲じゃないし、ヒッキーの友達だし、いいよ。ありがとな。ま、友達じゃねえんだけど。友達じゃないんだ。材木座、お前も行くか、由比ヶ浜の誕生日会。ふむ。いや、しかし我も追われるに、脳内締め切りが迫っていて修羅場なのだが、とはいえ誘いを断るのは失礼に当たる。よかろう、同行しようではないか。くっそ、殴りて。想像よりはるかに鬱陶しいわね。まあお祝いしてくれる人は多い方が嬉しいし。無理しなくていいぞ。サイちゃんだ。何とつかだと。おい、ユヤマ、祝ってくれる人は多い方が嬉しいよな。な、そうだけど、どこ行くの。すごいスピードで走り去ったわね。とか、今日由比ヶ浜の誕生日で、ちょっとお祝いするんだけど、一緒に来ないか。あんれ、我の時と全然反応違くない。ねえ違くない。